はい、我が国の会民謡ファンの皆様、新重三節の実践編に入る前にですね、ちょっと読み方のですね説明が必要でしたので、ちょっとここで説明させてください。こちらですね、後鳥羽五両のとこに括弧がしてありますけど、ここはですね太鼓を叩かない、だいたい休憩するところは括弧で分かりやすくしてます。ここはね叩かずに静かに待ちましょう。はい、そしてですね、ここの忍びなく、ここも括弧してますね。ここも静かに待ちましょう。そしておぼろ月夜にのこのおぼろ、ここも静かに待つところ。あと都恋しやの都、ここもですね叩かず、少し待ちましょうという意味合いで書いてます。でですね、ここの沖は歴史にの沖は、ここも叩かないです。沖はを言った次から B に入ります。歴史と発音する前ぐらいから B に入りますから、ここもポイントです。でこの歴史の B から、B がね4回連続で続きますから、古い島、そしてここに構想が、チャチャンチャチャンからチャンチャチャチャンチャチャっていうので、2回三味線の構想でも2回入ります。合計ね B が4回続きます。そして最後にそれが終わったら A を1個入れたら2番に入ります。そして千鳥鳴くようには括弧をしてますので、ここは太鼓を叩きません。そしてこのキカシャンセのところから B が入ります。ということでね、一遍叩いてみましょう。はっ、たったんちゃちゃんちゃらちゃんちゃちゃちゃんちゃちゃんチャラララララランタ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 ラタン。後鳥羽五両の松の風、池の川も忍びなく、月夜に不意語を吹いて、都恋しや五番火事、沖は歴史に古い島、チャチャンチャチャンチャチャンチャチャチャンチャチャンチャラチャラララランチャチャンチャランチャランチャチャンチャラチャン。千鳥鳴くようにキカシャンセ。はい、ここまでです。はい、このようになってますから、皆さん頑張ってください。ありがとうございました。